久子さまはニューヨークで乗り継ぎをしてブラジルのナタールに入り、日本時間の20日に行われる日本対ギリシャ戦を観戦されます。その後、対戦国のコロンビアに移動してサッカー協会を訪問するほか、フランスでは弓道の行事に出席し24日に帰国されます。久子さまは日本サッカー協会の名誉総裁を務めていて、当初コートジボワール戦も観戦する予定でしたが、義理の兄である桂宮さまが逝去されたことから出発を延期していました。